こんにちは。12月22日水曜日です。今日はですね、気になるサバイバルスキルということで、見落としがちだけど重要なサバイバル用品14個というのをご紹介していきたいと思います。では早速内容の方をご紹介していきたいと思います。見落としがちだけど重要なサバイバルアイテム14個。日々出かける前に携帯電話、財布、鍵があることを確認する人がほとんどでしょう。その日に必要なものが全て揃っているか、ドアの鍵がかかっているかなど確認しますね。サバイバル的状況に備えることは朝玄関を出る時の習慣と大差ありません。もしかするとあなたのご自宅はすでに物資でいっぱいかもしれません。その光景は一見すると生き残るために必要なものが全て揃っているように見えるのかもしれません。しかし意外と見落としているものもあるかもしれません。ここでは見落としがちでありながら忘れてしまうと結構痛い重要なサバイバル用品をご紹介していきます。1つ目、アルミホイル。アルミホイルにはかなりの数の使い道があります。食品を包んで保存したり、あるいはホイル焼きのような形で調理したり温め直したり、または箱の内側にアルミホイルを敷き詰めて間に合わせのソーラーオーブンを作ることもできるかもしれません。ホイルを丸めてグリルにたまった食べ物や油汚れを落とすこともできるでしょう。2つ目、重曹。重曹はキッチンで最も汎用性の高いものの一つです。イースト菌を使わずにケーキやその他の焼き菓子を膨らますこともできますし、ホーローの鍋や、カップあるいは、焦げ付きなどを取るときにも利用できます。また歯磨きや、脱臭、匂いを取るですね、そういったことにも使えます。重曹は湿気や匂いにさらされなければほぼ無期限で保存ができますので、少し買い置きしておくと良いでしょう。では次、3つ目、肉や魚の缶詰。サバイバルを前提にした場合、備蓄はいつか尽きるため、最初から備蓄に頼らずに狩りや釣りあるいは家庭菜園などで食料を補うことを考えた人もいらっしゃると思います。そのようなスキルはもちろんあった方がいいのですが、停電などで冷蔵庫が使えないような場合、大量の動物性タンパク質を長期間保存することは難しく、また狩りや釣りが毎日うまくいくわけでもありません。ツナやチキン、サーモンなど缶詰には実に様々なものがあり、生や冷凍のものよりもずっと長く保存することができます。このような動物性タンパク質の缶詰は非常時に物々交換にも有効です。ということでですね、缶詰ですね、添加物入ってると思うんですよね、保存しなきゃいけないのでね。だけども多少のね添加物はもうしょうがないかなと思ってます。非常時なんでね、背に腹は変えられないかなというふうに思います。で、あとは、お肉はね食べないけどお魚は食べるよっていう方もいらっしゃると思うので、ご自身のね、食事のスタイルに合わせて必要だなと思う缶詰をご準備するのが一番かなというふうに思います。次、4つ目、虫除けスプレー。人類の文明が崩壊しても蚊のような昆虫が病気を蔓延させることは止められません。体にはよくありませんが、ディートを含む虫除けも多少は持っておく必要があります。医療が逼迫している状況では病院にかかれない可能性もあります。そのような時に万が一蚊に刺されてウエストナイルウイルスやデング熱、マラリアなどに感染してしまうのは非常に危険です。ということで、以前ですね、虫除けスプレーも備蓄が必要な時代というね動画を作って出していますので、こちらにね割と詳しく説明は入れさせていただいてると思うので、説明欄に貼っておきますので、ご興味のある方は一度ご覧ください。次、5つ目、ダクトテープ。ダクトテープは家にまだ結構あったはずと思い込んでいるものの一つです。自動車の修理の応急処置から火山が噴火した際の窓の目張りまであらゆることに使っているとあっという間に足りなくなってしまいます。必ずストックしておきましょう。保管する際は湿気と高温に注意してください。次、6つ目、トイレットペーパー。パンデミックの初期、
非常時はトイレットペーパーは貴重品になるということを学んだ人は多いと思います。トイレを使った後にちゃんと拭くことができるというのは快適さと衛生上現代人には不可欠な行為です。トイレットペーパーは食品のように腐ることもないため物々交換の時に貴重なツールの一つになると思われます。7個目、コーヒー、紅茶、お酒、タバコなどの嗜好品。コーヒー、紅茶のような嗜好品は生存のための必須アイテムや重要な供給源というわけではありませんが、非常時に無性に欲しくなってしまうものでもあります。またこれらの嗜好品は非常時に高値で取引されるなどかなり貴重なものになるため物々交換にも有効なものと言えるでしょう。もし経済的に余裕があるようであればこれらの嗜好品も少し買い足ししておくと役に立つかもしれません。8個目、本、紙、筆記用具。インターネットが途絶え YouTube の動画を見て時間を潰すことができなくなったらあなたは何をしますか？自宅に図書館を作ってみましょう。これはサバイバル本を買い込むという意味ではありません。サバイバルの本も必要かもしれませんが、自分の心の支えになったり元気がない時に読むと元気になるというような、自分のバイブルになるような本、こういったものも準備しておくといいと思います。紙と筆記用具は日記を書いたりするのにも貴重なツールになります。ということで、私はですね、3冊実は用意してあります。全然サバイバルと関係ない本を3冊用意してあります。次、9個目、安全ピン。裁縫はいざという時のサバイバルスキルにもなりますが、非常時にもしあなたの持ち物が破れてしまい、その時手元に裁縫セットがない場合、安全ピンは命の恩人になり得ます。洋服や、あるいはテントなどが万が一破れてしまった時などに、仮止めをすることができますし、大切なものをなくさないように、洋服やバックパックに直接留めておくこともできます。10個目、ソーラー発電機。現代社会において私たちは当たり前のようにあらゆる家電製品を充電し明かりを灯し続けることが可能だと思い込んでいます。ソーラータイプの発電機は燃料を探すことなく充電を続けることができます。もちろんですね、天候には左右されます。次、11個目、電源不使用の工具、農具などのハンドツール。ソーラータイプのバックアップの電源があっても電動工具のように電気をたくさん消費するものを使うには電力が十分ではないことが多々あります。同じ作業を行える電源不使用の農具や工具を集め、その使い方を学んでおきましょう。手動の場合は電動に比べて時間も労力も必要になりますが、貴重な電力を節約することは間違いありません。12個目、紙の地図。GPS 衛星は軌道上に乗っていたとしても、それをサポートする地上のインフラが壊滅してしまえば、衛星はただの宇宙ゴミです。できる限り最新の地図を買い置きし、周囲の都市や高速道路に関する最新の情報を確実に入手しましょう。13個目、オイルまたはグリス。農具や工具の摩擦、摩耗を防ぐためにオイルやグリスは非常に重要になります。工具や農具を適切に維持することに加えて、これらもまた物々交換の貴重なアイテムになり得るでしょう。ということでですね、クレ556ぐらいでいいのかなと思いました。私自身はプランター栽培ぐらいしかまだこっちではやれていなくて、実際にその農具とかね、工具とかを使って、畑を作ってっていうところまではまだちょっと進んでいないので、今後ね、必要になってくるのかなと思います。でちょっとねそのあたりがまだ詳しくないので、どういったものがいいのか、こういったものがね万能で使えますよっていうのをもしご存知の方いたらね教えていただきたいなと思っております。最後、14個目、足に合ったブーツや運動靴。ブーツは少し高価ですが品質と耐久性、そして壊れにくいという特徴があります。良いものは手入れさえきちんとすれば非常に長持ちするので修理を頻繁にする必要がありません。
ブーツが苦手な方は自分の足に合うスニーカーを最低1足は持っておくと良いでしょう。会社勤めの場合は通勤靴以外に職場に運動靴を常備しておくことをお勧めいたしますが、災害が多発する昨今、できる限り通勤時も動きやすい服装、靴、そして両手が使えるバッグを持つことをお勧めいたします。ということで、ここまでが見落としがちなアイテム14個という内容の記事のご紹介になります。今回ご紹介した14個というのはですね、あくまで参考にしていただくという感じでですね、そもそも論なんですけれど、本当に必要なものっていうのは個人個人によって相当違うと私は思ってるんですね。で、特に備蓄に関してはアレルギーの有無とか持病の有無、あるいは家族構成なんかはもちろんですけれど、コーヒーが大好きな人、コーヒー飲まないけど晩酌は欠かせないっていう人で、あるいは甘いお菓子が好きな方もいらっしゃれば、おせんべいの方が好きだという方もいらっしゃるし、読書が好きな人や、音楽を聴くのが好きな人、日記を書くのが好きな人などね、趣味は人それぞれだと思うんですね。で、そういったそれぞれの、趣味趣向ってあると思うんですけれど、コーヒーが大好きなのにお酒全然飲まないのにお酒を備蓄してもなんかちょっと違う感じがしますし、お子さんがいらっしゃるっていう場合であれば文房具とかね、本なんかは必須になってくると思います。で、さらに読書が好きっていうことであれば、停電時でも読めるようにある程度はやっぱりね、大事な本っていうのは紙ベースで持っておくっていうことも必要になってくると思うんですね。で、これはつまり、今必要なものというのは自分自身と対話して、しっかり自分と向き合っておかないと、自分は何が好きで、何を持っておきたいのかっていうのはその人にしかわからないっていうことなんですね。このような時代の流れの中で、今求められている、今個人個人に求められているその力っていうのは、自分自身と向き合って、自分自身と対話する力っていうんですかね、なんかそういうものが今求められているんじゃないかなというふうに思います。これから先やっぱりね、もう少し、世の中どうしてもね、ちょっと混乱しちゃうんじゃないかなというふうには思います。で、そういう状況になってしまった時に、できる限りね、こう最後の最後まで、自分らしく、人間らしくいたいなと私自身は思うんですね。で、そういった時に自分の価値観、私はこれが好きで、これを大切にしてるんだ、で、その価値観を支えるための、私の大好きなものはこれだっていうような、なんかそういったことを今一度ね、自分で自覚しておきたいなというふうに思いました。なので、今はですね、私は自分で自分のこう内面っていうんですかね、そういうものを見つめ直す時間も少し大切にしています。ということで、少し長くなってしまいましたので、今日はこのあたりで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。